セシルさんの来日に合わせてここ何回かセシルさんのお話を伝えていますけれども、そのセシルさん、フランスのブルターニュ地方の出身ということで、ブルターニュって一体どんなところなんだろうと思って興味が湧きましたので、いろいろ調べてみました。そのことをちょっとここでお話ししてみたいと思ってます。ブルターニュっていうのは、フランスの中でもこう割と外れ西の方の、大西洋に突き出た半島なんですけれども、意外とですね、海を隔てるとイギリスが近いんですね。ということで民族学的に言うとですね、実は昔そのイギリスブリテンに住んでいたブルトン人というケルト系の民族がいるんですけども、その人たちが、侵攻してきたアングロサクソン人に住みかを追われてですね、海の方に脱出してフランスに渡ってきて、その人たちが住み着いた土地が、このブルターニュ地方だから、ブルトン人が住んでいてイギリスの方ではブリテンという、まあ、島の名前、国の名前だったんですけども、これをフランス語読みして、これがブルターニュってフランス語では読むらしいんですけども、でブルターニュ地方と呼ばれるようになったということで、実は全く同じ民族が住んでいたところらしいです。そのブルターニュ地方なんですけれども、大西洋側に面しているということは、まあ、割と温暖な、あの暖流が近くを流れてますから気候は温暖らしいんですけども、意外と土地が痩せているということで、フランスというと意外と知られてないんですけども、工業国、まあ、芸術の国であるとともに、農業国でもあるんですね。フランスは非常にその肥沃な土地と、まあ、農業が盛んだということで、例えばそのブドウの飼育が、まあ、こう栽培が盛んでワインがこう有名だったり、いろいろするんですけども、そのブルターニュ地方は土地が痩せてるからブドウが育たないということで、リンゴの木を代わりに植えている。まあ、リンゴの木をから取ったリンゴの実から作ったその、まあ、お酒なんですけど、それをシードルといって、まあ、日本ではなんかこうシードルって言うとサイダーのことかなと思うんですけど、実はリンゴから作ったそのお酒のことなんですけども、それが有名だったり、土地が痩せてるので小麦が育たないということで、そこに代わりに植えてるのがそのそばということで、このそばを使ったですね、クレープ、これをギャレットというらしいんですけども、そば粉のクレープっていうのが非常にこう多く食べられてる食べ物らしいです。最近ではこう日本でも健康食ということでそば粉のクレープを出してるお店あるんですけど、この生まれは実はこのブルターニュ地方なんですよってことが、まあ、ちょっと面白かったですね。でセシルさんに直接お話聞くこともあったので、そば粉、そばの食べ方っていうのはそのガレット以外には何かあるんですかっていう話を聞いてみたんですね。まあ日本みたいにこうそばを打ってですね、こうヌードル状にして食べるっていうのは一切ないらしいんですけど、その代わりこう練ったものをこうちぎってこう一緒にスープと煮込むみたいな食べ物があって、まあ、これはまあイメージ的にはすいとんみたいなものかなと思うんですけども、多分野菜とか海産物と一緒にそのそば粉をちぎったものをこう煮込んだ食べ物っていうのがこう家庭料理ではあるっていうことを言ってたんで、まあそばもいろんな食べ方があるんだなと思ってなかなか興味深かったです。ということでですね、今日はちょっとブルターニュ地方についていろいろ調べてみて分かったことをここでお伝えしました。